今回紹介するのは「心の絶対法則」「なぜ思考が病気を作り出すのか」という本です。全人類が現実から目を背けている事実を客観視できない人たちがコロナ感染者らを非国民扱いした現実を直視できない真相心理が精神的肉体的疾患を生み出す。 うつみ式精神構造分析法覚悟のある人生を送れるかの踏み絵のような本。内海先生のことを知ったのは今年の年初の頃軽度の体調不良をきっかけに社会毒のことを知り体質改善に図っていた一人です。添加物農薬砂糖その他諸々の摂取をやめ 目に見える形として1 5キロの減量にも至りましたもともと社会学や経済学に関心があったためいわゆる陰謀論についても知識はあったしコロナ騒動のバカバカしさには常々へきしていました気学や個性心理学も学んでいるのでまだ1回しか読んでいませんが各賞の言わんとしていることは佐脳では理解できたつもりですしかし それでも、本書のおかげで自分がいかに現実を直視しない愚か者だったのかを痛感正直何度も苦笑いをしながら読み進めました今まであらゆる出来事を静観する形で心の絶対法則から逃れようとしてきましたがレビューを書くという行動を起こすことで 過去の自分に対して少しでも食材になればと思いこうして筆を取った次第です。本書そして内海先生の思想や哲学に出会えて本当に良かったです。この本は先生が言う通り生優しい内容ではありませんが己の思想哲学と自身の行動に対して一定の矛盾を感じている人にとっては最高の良書だと思います。以上 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。